どの話にいたしましょう。さすがの目利きですな。葵の集落の守り。鬼の真の像はゆっくりと動きを止めた。あ、おい、うどくしたはずだ。さあ、なた。八門の怒り。我が立ち。前にムクロが次々と積み重なる。鬼でさえクロードにとっては敵ではない。イオの分身を破った。クロードはふと気づいた。
さらなる敵が向かってきている。ハチュウルの敵を見よう。クロードはしばし勝利の余韻に浸った。この敵は退く気など微塵もないようだ。風を追い消えていった。クロードは果敢に抗うも守りを破られた。できる敵などいないんだ。気をつけろ。
分身を破った。八門の怒り。死は彼方から敵の体を貫いた。最後の敵を斬ると辺りは静まり返った。クロードは悟った。仲間とのつながりを断たれた。どうやって逃げた？テルテンバーガーよ。敵の新手が姿を現した。八門の怒りが立ち回りよ。クロードの前にムクロが次々と積み重なる。八門の怒り。破れ去った。クロードの陣所が少しずつ破られる。
どの速さに敵の目を追いつけた。ハチムンの怒り、鬼はクロードに敗れた。ハチムンの怒り、分身は深手を覆い、今も消えていった。ハチムンの怒り、片付いたぞ。また一歩と、クロードに死の影が近づいている。ハチムンの怒り、鬼の命の灯火は静かに消えていった。クロードはさながら死を運ぶ風だ。鬼でさえ、クロードひとまず敵を倒した。だが次の戦いがすぐに始まる。クロードは次の敵を一目見るなら、ゆっくりと息を吸った。
Sir Hachu! The Yajmatir! Alterni! Hachuman Noikari! なる敵勢が姿を現した。 仲間とのつながりを断たれた。 遠くには行ってないはずだ。 8万の怒り。 黒、迷いは一切なかった。 クロードに敗れた。 クロードの陣地は少しずつ破られる。 8万の怒り。 積み重なる。 クロードの守りが少しずつ崩れていく。
終わったな。敵の掩蔽が向かっている。この敵は退く気など微塵もないようだ。
られる術はない。クロードはしばし勝利の余韻に浸った。迫り来る敵の危険を離れた地からでも感じることができた。
ぎ倒す。クロード。少しずつ崩れていく。満たされることはなかった。八門の怒り。黒が次々と積み重なる。この敵は逃げも隠れもせぬようだ。すると敵は固く信じている。
前にまで迫っている。